NHK8K で NHK ハイフィギュアと羽生譲の奇跡放送。パブリックビューイングもご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。NHK では11月18日から北海道札幌市で開催される 2022NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会を 8K で制作し、BS8K で放送。 関連番組としてスペシャル。羽生譲るの奇跡も放送するほか、両番組のパブリックビューイングも実施するスペシャル。羽生譲るの奇跡は、BS8K で11月13日、日曜日19時45分から初回放送を行い、11月16日、水曜日21時50分からは BS4K でも放送。そして、 NHK 杯の開幕前夜である11月17日、木曜日にパブリックビューイングを実施する NHK 杯のパブリックビューイングは11月18日、金曜日、19日、土曜日、20日、日曜日の3日間実施。スペシャル。羽生譲るの奇跡のパブリックビューイングとともに、会場は東京都世田谷区にある ITSCOM スタジオホールとなり、 8K350 インチスクリーンと 22.2CH サラウンド音響で視聴できる11月17日、木曜日、19日、土曜日、20日、日曜日のパブリックビューイングへの参加には事前申し込みが必要。こちらから10月26日23時59分まで申し込みを受け付けている。 11月18日、金曜日は自由入場パブリックビューイングのスケジュールは下記の通り11月17日、木曜日スペシャル。羽生譲るの奇跡1回目。会場17時45分。上映18時々から19時10分2回目。会場19時30分。上映。 19時45分から20時55分11月18日金曜日ペアショートプログラム会場正午競技開始12時30分女子シングルショートプログラム会場13時45分競技開始14時15分アイスダンスリズムダンス会場15時45分競技開始16時15分男子シングル ショートプログラム会場18時30分。競技開始19時0分。競技終了予定20時40分頃、十11月19日土曜日ペアフリー会場11時30分。競技開始正午女子シングルフリー会場13時20分。競技開始13時50分アイスダンスフリー会場16時20分。 競技開始16時50分男子シングルフリー会場19時競技開始19時30分競技終了予定130時頃11月20日日曜日エキシビション会場12時35分演技開始13時20分演技終了予定16時頃編集部 おのよしき、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。